花尾弥郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾弥郎です。一週間ご無沙汰しておりますけどもですね、今日も楽しく、今日は金玉ということで、金玉ですよね。はい、それで、ゲストがいらっしゃらないときはね、ね、いつものおなじみなメンバーをご紹介しましょう。高橋誠さんです、こんにちは。こんにちは。イェイ、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。ギャラリーがすごい。ギャラリーすごいですね、今日はね。びっくりしました。びっくりしましたけども、ね、松下としみさんです。はい、こんにちは。よろしくお願いします。イェイ。ということでね、もう、ライブですね、なんかね。そうですね。今日ライブみたいな感じになりましたけどもですね。やりますか、じゃあ、なんかライブ。行っちゃいましょうか。行っちゃいますか。ね、まあ、リクエストとかいろいろ、来てますけどもですね。これね。うん、じゃあインスピレーションからいきますか。インスピレーション、特別な夜をお前にあげる。今夜だけ Inspiration 全ての夢をお前に託しての中にあるこぼれた街で足りた
ということでですね、1曲目カナダですがインスピレーションからお届けしましたけどもですね、今日のお客様じゃあね、ご紹介しましょう、はい、マリー・グレゴリーさん、こんにちは、どうも、どうも、前にどうぞ、ね、どうもどうも、こんにちは、よろしく、ようこそ、Welcome to Japan。 Thank you。 ロンドンからですけどもですね、今回いつぐらいに日本に来られましたかね。今回はね、30日にロンドン出て31日に着きました、はい、ねえ、この間あの横浜のね、あのスモーキーでも、ね、あのキクエシムさんとね一緒に見に来ていただきましたですね。真子さんは でも前からご存知でしたか。あのね、フェイスブックではつながったんですけど、うん、お会いするのは今回初めて。そう、初めて、ね、もうね、もうマリさん、念願の真子さん。ありがとうございます。真子ちゃんがまたモテるんだこれはね、女性に。歯がいい、歯がいい。あ、歯がいいかみたいな。いやでもマリさん、まあ、清水菊江さんのね、僕はあのご縁でもう何年か前にね、あのいわゆるチャリティーというかね、あの福島のチャリティーがメインで、あのロンドンで歌わせていただいた時がありましたけどもね、その時にねお会いしてからのね、あのお付き合いでですけどもね、いかがですか、久しぶりの日本は。日本、うん、うーん、なんかいろんなものにびっくりしてる。もうとにかく前に本当に目にしたことないような食べ物でも、うん、食べ物でもそうだし、いろんなグッズね、うん、すごいし、うん、ワオっていう感じ。もう本当どっかに入るたんびにね、もう忙しいの目が。忙しいし、も足も取っとこ取っとこね、うん、なるほどね。最初カゴも持たずに何気なくふらりと入ったつもりが、ついカゴを抱えてたみたいな、うん、お菓子とか、はいはいはい、何って言われると困るんだけど、うんうん、例えばナッツでもね、うん、なんとかこうお団子になってるナッツとか、うん、で健康にとにかくいいもの、ココナッツナッツとかって、うん、ココナッツナッツ、そういうのある、志向じゃない、そうなのよ。マリさんもあれだもんね、野菜しか食べないんでしたっけ。いや、そんなことは、なんちゃってベジタリアンってやつですよ。あ、そうなんだ。なんちゃってベジタリアン。肉はあんまり食べないでしょ。あんまりね、うん、どっちかったらステーキとかそういうのは苦手、はい、で鶏は絶対食べない。そうなの、うん、鶏怖い。マコさんも結構近いですか。そう、うん、割と近いですね、うんうん、俺はもうフルーツと野菜だけだからね。え、そうそう。俺はもう何でも食べるよ。ヘビはあんまり食べないけど。ヘビはいいね。いやでもね、海外に住んでる、まあ菊江清水さんもそうですけども、あの長く海外にいらっしゃる方とかと僕はあのお知り合いになることが割と多い。あれ以来ね、ロンドンから以来多いんですけど、やっぱまた違いますよね。長い間海外に住まわれてお住まいになって、日本を思うっていう気持ちは。日本を思うっていう気持ち、うんうんうん、日本の中にいるよりもまた食いけ。やっぱり美味、ね、しいお蕎麦食べたい。ああ、ね、そうかそうか、食、そう、食べ物がやっぱりね、食べ物、それからあのお風呂ね、あ、お風呂、うんうん、ああ、そうかそうか、それは本当に、まあ、食べ物は最近ではね、ロンドンでも結構、うん、あの日本食とか、でもラーメン一杯1500円とかする。高いは高い、そう、もって2000いくらするんだっけ、ね、え、ちょっと待って、ラーメン一杯10ポンドぐらい、そうだとすると1400円とか、そんな感じ、うん、そのラーメンにもよる、うん、でもね、うん、だって博多今290円ですよ。長浜ラーメン、それは未だに安すぎるな。安すぎるねでしょ。でも安すぎるってことはないわ、ね、ないよね、ほら、ね、物価がやっぱりちょっと違うから大変っちゃ大変だと思いますけど、ね、あ、物価ね、そう、それは本当に大変、うん、大変とか、なるほどね。ということでね、あの今日はね、ちょっと来ていただきました、もう一方って、今日お二方ね、見えてますけども、マリさんごゆっくり、あの、はい、お楽しみいただきたい。ありがとうございます。楽しかったです。いいそれで、はい、あのね、松下さんの方からご紹介いただきますか。はいはい、うん、はい、どうぞ。
高橋つとむさんです、うん、アトランタからいらっしゃいます。アトランタからですね、はい、格闘家の、格闘家のですね、大山空手の最高師範、そう、大山空手 USA ね、うん、大山からですね、です、あの師範の高橋さんにおいでいただきました。どうもこんにちは。どうもこんにちは。ご無沙汰しておりますね。相変わらずすごいですね、腕が。ね、腕がね。熱いんで来てきたんですけども、暑いだろうな、歩いてたらもううわー汗出てきてダメでしたね。でもあの、あ、映画の件っていうのは どういう風になりました。映画の件ですか。映画の件、あのこの前あの一応ハリウッド映画 の、はいはい、あの定価チャンスっていう映画ですけどもね、はい、あのまあ、主人公は柴田真一さんの息子さんの真剣佑さんが、はい、まあ、主役ということで、はい、でまあ高橋さん師範もそうだし、あの斉藤師範もね、はい、出ておられて、はい、試写会はもうすでに僕見たんですよね。須田さん行ったんです。素晴らしいです。見たかった。その時最高師範っていうか、はいはい、あのと初めてお会いしたんですよ、はい、だからちょっとビビりましたけどね、最高者も来週の金曜日日本に来ますよ、また。え、そうなんですか。ええ、金曜日、金、うん、木曜日かな。そうなんですか。こちらへどうぞ。じゃあまた避けてるんですかね。いやでもね、最高者にお会いしましたけども素敵な方ですよね。そうですね。うん、だからなんかね、やっぱり空手っていうかそういうものっていうか日本もまあたくさんありますけども、やっぱり海外でそうやってにあの海外の方たちが日本の武道とかね、はいはい、その要するに、やられる方っていうのは増えてますよね、うん、そうですね、うん、まあ、ただやっぱり一時のその空手ブームっていうのはもうないですけども、はい、最近はもう柔術とかがすごいんですよ、やっぱり。はいはいはい、はい、うん、それでもやっぱり空手、アメリカン空手っていうのは未だにやっぱりあのそこそこ流行ってますよね。そして僕らみたいなその正統化っていうか、うんうん、正統派の空手はなんかみんなから何やってんのあの人たちっていう、そういう感じで見られてますけども、うん、やっぱり、うん、やっぱり日本の伝統というかそういうのをこう伝えなくちゃいけないとか、やっぱり食文化にしても、うん、あのやっぱスポーツにしても日本の古来のものっていうのはやっぱりあの今日本の中でいるよりもなんか日本の中ってなんとなく薄れてきてるじゃないですか、うん、そういう道徳にしても、はい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 、だからそういう部分ではなんかこうすごくいいあの形というか、そうですね、だから僕らなんかも、うん、だから向こうに行ってやっぱりその日本の文化とか、はいはい、あのあれ日本の文化とかやっぱり歴史とか、はいはい、そういうものについてすごくこうアプリシエーションというか、はいはい、あれがありますよね、やっぱり、うん、やっぱり外から見た方が日本がやっぱりいいなという感じはします。そうですね。アトランタはどれぐらいですかね。僕はアラバマというかアメリカ行ったのが85年ですから。ああ、長いですね、じゃあ。そこそこ長い時間を、ね、過ごしてますね、もう。いかがですか、日本にたまに帰ってくるとき、やっぱり食べ物が。食べ物、食べ物、いや、先ほどあのね、マリさん言ったように、食べ物と風呂。やっぱりそうですか、うん、僕風呂大好き人間なんですよ、もうしかもね、僕スーパー銭湯よりもあのいわゆる昔ながらの銭湯あるじゃないですか、はいはいはい、あれが少なくなったんで、それをね全国普及させる会の会長をしてるんですよ勝手に僕自分で言ってた、はい、うん、あのね、ああいうのって日本しかやっぱないですから、いいですよね、うん、風呂の中であのライブやりたかったりするんですよね。ああ、風呂ライブ。エコーがかかっていいんじゃないですか。最高。三茶の銭湯やってるよ。なんかね、うん、最近やってるところもね、うん、あるみたいね。だからそういうのがいいなとか。いいですよね。なんかこうで人との会話が少なくなってる今現状があるじゃないですか。うん、なんとなくその個人主義というか、はいはい、まあ電車もそうだし、はい、挨拶もあんまりね。挨拶声を掛け合ったりとかいうことがあまり少なくなってるので、そうなんですよ。アメリカだと例えば、うん、ホテルなんかでね、こうパッだったらグッドモーニングって普通に言いますからね、はい、うん、そうですよね、こっちはなんかこうみたいな、そう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 、うん、そういうのがね、なんかね、怖い顔して歩いてるよね、そう、怖い顔してるんだろうね、なんかね怒ってんじゃないか、何怒ってんのエレベーターなんかでも普通にあの向こうだと、うん、グッドモーニングって普通に言いますけども、うん、こっちはなんかもうみんなムスッとしてますからね、ね、なんかえみたいな、昨日もねマリさんとそういう話してたんですよ、うん、だからやっぱホテルでもそういう挨拶 し合ったりとか、うん、それはなんかやっぱり向こうのいいとこでね、うん、それはすごく大好きですよね、うん、
そういうことからやっぱ会話がね、あの弾んでいったりとか、うん、人間関係もなんか少しは。だってそこにこういるのに、うん、何も言わない方が逆におかしいんじゃないかっていう気がしますよね。それは感じますね。うん。うん、そういうことでですね、うん、あのじゃあおみくじ引いてみますか。おみくじ来た急に何言ってるんだろうな。ちょっとおみくじ今日ありますから、皆さん今日おみくじデーにしますか。スドムさん今日何が出るか、はい、それをちょっとあの歌ってる間にちょっと見てください。でマリさんも一枚おみくじ。どうですか、おみくじ。うん、おみくじあります。おみくじ強いね、私、うん、強い。それ後でちょっと歌ってる間に見てください。出ない。で、あ、で、出ない。出ますか。ね、今ラジオお聞きの皆様ね、何してるかというと おみくじを、ね、引いてる。おみくじを引いてる。これ、ね、で今日岩瀬くんもちょうど遊びに来て、はい、お土産どうもありがとう。ありがとうございます。ありがとう。これは何？あ、これあの、うん、はい、座ってください。はい、たい焼きです。あ、たい焼き来ましたね。来ました。開けてないので、うん、ちょっとすぐ見せられないですけど。美味しそう。これはいいね。すいません。この前あのまた来ましたよ。お腹空いてます。ね、某役者さんの真似をさせてもらいました。役者の、はい、誰かいたね昔ね。誰か忘れちゃったけど。でもちょっと違うな。今日はあのメロンクリーム。メロンクリームっていうやつを選んで、メロンクリーム。あと普通のあの栗コアンっていうあの栗と あんこのやつも。あんとメロンクリームがあるんだ。素晴らしいね。後であの後ほどお召し上がりください。ありがとうございます。岩瀬くんね、私のね高校の後輩ですから。そうです。よく存じております。そう、いい子だ、いい子たちが多い。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、ファックスいきましょうか。あ、じゃあメールいただいてますから。加納さん、誠さんと清水さん、スタッフの皆様、はい、キキさんこんにちは。梅雨入りしましたね、うん、体調はいかがでしょうか。本日はキン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 玉です。一個多かった。キン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 玉です。ゆっくり御三家のお話、歌が聞けますね。ハプニングも大歓迎。生放送ならではの面白さを感じます。リクエストはお任せします。よろしくお願いいたします、うん、はい、元気でない人も元気になれる番組です。楽しみにしている方もたくさんいます。これからも体調に気をつけて頑張ってください。音楽を愛する、あ、音楽魂を愛する清水佳代子さん、ありがとうございます。佳代子さん、いつもね、ありがとうございます。元気になられてね、おめでとう。よかった。あの再会を楽しみにしておりますのでね、はい、ライブ行ってください、ね、今後ともよろしくお願いいたします。はい、ということで僕行きましょうか、はい、曇り空から日が照ってまいりましたということでね、加納吉郎さん、投げ銭 FM 音中ということで、本日はゲストなしの金玉地蔵坂 YMT のミニライブです。地蔵坂 YMT 乃木坂じゃないよ、地蔵坂、ね、俺たちは地蔵坂、地蔵坂ね、地蔵坂を登るのよ。地蔵坂 YMT ね、YMT、ミニライブですね、ということでね、はい、今日は、いつもエンディング聞いているリバーサイドマイホームタウンをフルで、よろしくお願いいたします。チャーリー佐藤さんからですね、チャーリーさん3枚来ておりますね、はい、3枚、うん、ね、いつか元気化したいなということです。何か他にありますでしょうか。ありますね、ミキさんからいただきます、はいはい、加納さん、誠さん、としみさん、山田ディレクターこんにちは、うん、そしてキキさん、いつもありがとうございます、はい、博多もですが、そちらの方も梅雨入りしたのに、わけわかんない天気ですね。とにかく大渇水、渇水にだけはなってほしくない、うん、大洪水、うん、渇水、渇水ってなってるの、洪水じゃなくてね、渇水ね、うん、渇水でしょ、うんうん、先週はついに博多にいながら、うん、ちょびっとブルースボーイズを体験することができて幸せでした、うん、またあの先週の放送 ね、新井武さん、ね、はい、お見えになりましたけどね。またいつかこれが番組で体験できることを夢見ています、うん、はい、夢見てるといえば、うん、あれもいつまでも待っています。としみさんには猪木の歌、英語でもいいですよ、猪木の歌、猪木の歌、英語でもいいですよ。誠さんには雨なニューヨーク、ね、考えたらずっと言われてるんだよ、雨なニューヨーク、考えたら加納さんの声も絶対に合いますよね、うん、誠さんのソロギターでおぐりを入れる感じが聞きたいです、うん、はい、あ、リクエストは加納さんにだんだんこのリズムが似合う季節になってきてるんで、オンユアサイドをお願いします。だけど何でも OK です、うん、オンユアサイド、じゃあオンユアサイド行きましょうか。ららら、リクエスト、まだあるんですか、ね、ミキさんのリクエストあまだある、はい、まだある。今日も日本随一のダラダラ感で楽しませてください。やがらし、やがらしさん、ブルームードあたり、はい、あ、書いてますよ、 PS、 ブルームード、うん、ブルームードね、最近は念を飛ばしてないんで、今度のブルームードあたり客席に
浮かんでようかと思います。はい。よろしくお願いします。ということでね、分かったよ。猪木の歌ってアントニオの歌じゃない。そうか。アントニオの歌。アントニオの歌ね。アントニオね。ごめんなさいね。頭が回んなくて。わかりました。ミキさんはね、言ってましたけども、6月22日、今度はね、音楽魂ボリューム4ということになりますね。汐留ブルームード、6月22日ということでね、これをやります。大野恵里さん、吉田よし子さん、石川ジェームス洋二さん、それで、金尾芳郎、高橋誠、松下俊美、ね、ドラムに、伊藤幸喜さんということでね、これ楽しくなると思います。まあ、これは音楽魂っていうのはそのジャンル、ロックンロールとかブルースとかあのジャズとかっていうジャンル別にどうのこうの分かれてないような番組なので、あの、まあ、音楽魂ならではのねライブになると思いま す、ね。本当にね素敵なあの夜になると思います。どうぞお越しください。6月22日汐留ブルームード、これ7時からですね。ということでよろしくお願いいたしますという、はい。でミキサーのリクエストをお答えしましょうか。オンニューサイド、はい。これは僕のね娘がおりましてですね、娘この間照れくさかったね。ライブの時娘が入ってきて娘の前で歌うのって一番照れくさいけどね、これあの本当にね照れくさかった。なんか髪の毛バッサリ切ってたんだね。そうだね、うん、なんかねどうしたのかね。嬉しそうでしたね。嬉しそうでした。嬉しそうでした。いやいやなんかあったのかなとかね。いろんなことで乗り越えていこうぜっていう感じね。オンリーサイド、はい。
はい、クラマヨシロンオンヨーサイドをお届けしました、博多のミキさんありがとうございます。リクエストにお答えしました、またまたね、あの答えられなかったものはね、あの後日またやらせていただきたいと思います。後日、マコさん、なんか今日は何やりましょうか。何やるの、何も決めてないあんまり考えてない。あ、松下さん歌おうよ。あ、はい、私の順番は、うん、歌おう。そうしよう、うん、そうしよう。心の準備は何やるの。美空ひばりさんやる。あ、そう、今月命日だったかな、うん、確か6月って。そうだよね、ね、6月何日か。美空ひばりさん、なんでかというと、あの52歳の若さで亡くなったんですよ。そうだよね、今から思えばね。松下としみさんというのは昔西田としみっていう名前でデビューしてましたよね。はい、いました。それ、あの某バップレコードからでしたけども、ね、ですけど、その後、あの作詞のお仕事とか、はい、あの鈴木由美さんの歌詞とかも書いたりね、うん、あのローグの奥野さん、ね、あ、そう、ね、奥野くん今頑張っておられるけど、ね、ちょっとあの事故に遭われてね、あの今車椅子でまだ頑張っておられるんだけども、奥野さん の, あの作詞も やってたよね。あのやらせていただいたことがあって、アルバムのね。ローグからソロになった時。そうです、私ローグ時代はちょっとご存知なかった。ご存知だった。ご存知なかった存じ上げなかった、申し訳ないけど、はいはい、ソロになった1枚目か2枚目ぐらいかな、うん、その時にちょっと、まあ、ある人と通じて、本当あの知り合いになって、そう打ち合わせして、ね、やっぱりいろんなことを乗り越えてね、今ね、あの、うん、素晴らしいと思うよね。あのこの人やっぱちょっと VTR 前の VTR を見た時ちょっと感動したよね、うん、奥野さん、そうそうそう、車椅子でね、うん、今ね、まあ、もう精一杯歌うのが大変なことで、うん、何十曲も 歌えないんだけど、うん、そう、ドキュメンタリーやってたんですよ、ね、うん、素晴らしいところね、なんかね、うん、だからあのいろんなことがありながらみんな音楽を続けていくっていうね、ものすごいですね、ことは素晴らしいなとか思いますよね、うん、力強いですね。僕なんかはあのいい方だよね、ちょっと、うん、いい方っていうかね、いい方、あ、まだほらあのわわわわ言えるしさ、まだ元気で、元気だ、日の目を見たことがないけど幸せだと思いますよ。元気が一番一回も井上見たことないけど、なんかそれさ何それ何それ何しましょう今日は。そのだからひばりさんの絡みで来ちゃった、絡みでね、絡みお話したんですけども、そのデビュー前にひばりさんについて全国を回ってたことがあったの、ね、ありました、スタッフとしてね、はい、スタッフですね、松下さんがね、これ何やりましょう今日はね、うん、あのこの歌が一番好きなんですけど、あの愛さんさんっていう、あの小倉圭さんの作詞、小倉圭さんいいもんね、小倉圭さんの曲はもう指紋がね、すごい素晴らしい、作詞作曲素晴らしい、 それいきますか、これをぜひ、はい、どんな感じになるんですか、これ。
ですね。方がいいと思うよ ね、 ね、いやそう言いながら、うん、ね、なかなか、そうそう、うん、なんかいろいろねファンの方いらっしゃいますしね、はい、だって須賀川行った時だって松下さんの方が僕より人気あるんだから、うん、またそう ね、 ね勘違いさせる言葉、いやいやいや、あと青森だっけ青森行ったら松下さんの方が CM がね、 CM がもう20年間流れてますから、うん、そうそう、どこの CM、 お子様からお年寄りまで、うん、みんな知ってるらしい、全員知ってる歌が1曲だけ、青森のブルースフェスティバル行った時に、うん、その話が一番盛り上がったらしいから、ね、スーパーのねコマーシャルだからずっと20年間流れてるからもうソウルソングになってる、素晴らしい、素晴らしいよ ね、 ね、うん、だからスーパーも行きました私も、いやだから青森スーパーから営業行こうよ俺たち、あそうか、音楽魂、そうよね、スーパー巡ろう、ね、巡ろう、スーパー青森のね、もう呼ばれなくても行っちゃうとかね、店頭で店頭で歌い出してね、そうそうそう、俺どこでも歌うよはっきり言って、あそうしますか、うん、行こう行こう、ね、行こう行こう、真子さん今日行きましょうか、ね、決まりました、いやこれやんないの、あそう、あのこれやんないと、それねリクエストが来て、ね、今日はね本目横浜本目の、マーク園田さん、うんからね、今日はお兄さんの、命日というのか、去年お亡くなりになったみたいでですね、うん、で兄の好きだった、横浜の歌をね、うん、横浜本気トンクブルースっていうのをね、うん、歌ってくれって言われたんだけど俺一回も歌ったことないのよ実は、司くんとかねいろいろスパイダー哲くんとかも歌ってるんだけど僕はね全然歌ったことないんだけどさ、聞きたい、歌詞がある、歌詞は私が用意してくれた、これしかし生放送で一回もやったことがない歌っていうちょっと勇気がいる、間違ってたらごめん、でもねマクさんのねお兄さんのね本当にご冥福をお祈りしますということで、はい、僕も横浜にはやっぱ思い出がありますので、ですよね、ちょっとアレンジするかもしれませんがよくわかんないんだけどちょっとやってみる、やってみる、じゃあ行くよ、あんた知らない
取り出しニューグランドホテルの明かりが滲むセンチメンタルホンキトンメイ一人のお酒寂しくて映るグラスは僕あんまり初めて歌いましたのでですね素晴らしい素晴らしい One day I gotta have a break around 何回も歌ってますけど Next day Nothing shaking すごい分かりましたすごいあよく喜んでますよ、あのマークさんのね、うん、お兄様の、ね、あのご冥福をねご冥福をお祈りします、失礼しましたこんな歌しか歌いませんけどですね、ということで、今日は、うん、もうそろそろあれですよマコさん今日歌なんか歌わないと歌わないとどうしようかなじゃあマークさんのお兄さんに私からも一曲やりましょうおなんかありますか
baby home swimming low sweet cherry avot coming for to carry me home coming for to carry me こういうあのなんとかこうばあのこれを割とカントリーとかでね、うんまあ、これゴスペルゴスペルなんだけどね、でも、うん、いい感じですよね、うん、これねしっとりとしてね、うん、なんかあの改めて思いましたけど、うん、そうですか、ねねね、まこちゃんの写真を撮りながらいやこれね動画も撮ってるんだけどこれ大変なのよ俺たちが歌う途中で写真撮ったのを後でオンエアの音源とミックスして出してるんで、はいはい、ですよね。忘れて撮らない時もあるんだよねこれだから一人何役もしなきゃいけない。歌ってる時、うん、歌ってると撮れないもんね。そうそう歌ってるとは撮れないもんね。まこちゃん撮ったことないでしょ。ない。俺たちが撮って出すの俺たちが、 なんか訴えてるよね。お前も撮れよちゃんと撮るよってだってずっと、楽しいねあの、うん、あの番組が、ね、なりましたけども、ね、お便りはもう、はい、おみくじ何でした。あそうだそうそう。え大吉。あ大吉。あマリさん大吉。大吉。え岩瀬くん大吉、はい、全員中吉。中吉。中吉もいいんですよね。すごい大吉二人。あ大吉二人出ましたか今日は。おめでとう。おめでとうございます。大吉。大吉。何やってんだろう部屋だから。大吉三人衆ってあのロンドンとねアトランタの方。中吉。あアトランタ。つとむさん中吉ね。岩瀬くんは大吉。よかったね。じゃあお祝いということで。ね、進めていきますか。いきますよ。なんとお祝いお祝いということでね。お前に来て。あいの手よろしくお願いいたします。ね、いいですか。お祝いで乗り手を挙げないといけない。いくぜ。いくよ。イエーイ。ワン、ツー、スリー、バン。I'm not afraid to die.
ということでね、カナオヤシロの音楽魂、今日は金玉お届けいたしました。皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。高島子さんありがとうございます。ありがとうございました。松下俊美さんありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ロンドンの、マリ・グレゴリーさんありがとうございます。ありがとうございました。お気をつけて。つとむさん、高橋つとむさん、大山空手、師範押す押す。今回あれですか、あのなんか審判とか試合じゃないですか。マジですか。いいな、素晴らしい。いいですね。岩さんありがとうございました。ありがとうございました。ね、たい焼き美味しくいただきます。ごちそうさまです。ということでね、またあこれお土産もらいましたね、これね。これつとみさん、これはすごいね。これ今の方ですね。今の方。今アメリカの方が。今日の方ですね。ということで、これ戦力になってますよね。ね、また来週ということで、はい、来週も金玉になりましょうかね。ですか。という感じでね、やっていきたいと思いますけどですね、お楽しみいただきたいと思います、ね、来週また誠さんね歌いましょうね、はい、うん、ということで、See you next time。 季節は巡り祭りがある懐かしき友がいる忘れかけてた思いが体に染み渡る熱き心が好きさ今また